ではまだまだ結構時間があるので、ここからは完全にフリーでお話ししていきましょう。はい、フリートークリーダーですね。リーダーですね。はい、どうですか、ここまでリーダーやって。なんか気づいたらもう4月も下旬みたいな感じですね。気づいたらいわゆるあっちゅう間です。もう本当になんかふわふわしたまま今日を迎えてしまいました。あ、そうなんだ。やっぱいろいろリーダーなんで、そのイニング間と出るメンバーを決めたりとかもするんですけど、そんなこともするんだ。そうなんですよ。やっぱそういうことをしているともうすぐ時間来ちゃって、あ、移動しなきゃみたいな感じなので、もう忙しいですね。リーダーやってみて、はい、あ、こういうこともやらなかんのかとか、なんかこんな素敵なこともあるんだとか。ついに夏じゃんけん引き継ぎまして、DD で私普通のじゃんけんやったじゃないですか。引き継いだんですよ、やっと。だからやってます、控え室でシーマじゃんけんやっと。伝統芸能ね、やっと。ちょっとこれはあっちゃんの許可得てないんで、もしかしたら怒られちゃうかもしれないんですけど、もういないからいいかなと思って。じゃあこのステージでも今度ないからいいからいいですよ、なっちゃんは大丈夫ですね。仲いいからいい。じゃあいつかこのステージで披露してください。何かあれば。今だって無理くりじゃんけんする展開じゃないもん。そうなんです。しかもじゃんけんしたところで何も出ない、申し訳ない感じになっちゃうので。はい、わかりました。楽しみにしていますよ。はい。で、そんなリーダーをやってこられてどうですか、自己採点するなら何点でしょうね。自己採点、これ何点満点ですか。100点満点。あ、もう好きな点満点じゃないですか。そうですね、なんかマイナス何点って言いたくなっちゃうぐらい、私の中ではまだまだです。ちなみにサブリーダーであるあのお二人は大体40点ぐらいいってる。はい、10点、15点、20点、なんかシーンってなっちゃった皆さん。そう言いながらちょこっとずつ増やしとるね。そうなんですけど、いや、なんか私その去年は1年目って新人っていう立場だったじゃないですか、はい、だからこそ、その新人、今年入ってきた新人の子たちにいろんなことを教えてあげられる、その感覚が近い分、いろいろ言ってあげられるんじゃないかなと思ったんですけど、そのまさか自分がリーダーになると思わず去年を過ごしてしまったので、その今はそのリーダーの仕事に追われちゃって、もう本当にそのサブリーダーの2人もそうですし、2年目の子たちにもさ、たくさんフォローしてもらってここまでやってこれたって感じなので。結構真面目な人ですよね。結構じゃないですよ、普通に真面目です。なんかね、変なことずっと言ってるけど真面目ですよ、私本当に。なんか福田選手会長とちょっと似とるんだよね。本当ですか。彼もさ、だってすごい真面目だからさ、はい、で不審になってさ、お痩せになっちゃったじゃん。ちょっとね、確かにシュッとされましたね。もっとチャランポラでやったらね。チャランポラでですか。俺チャランポラでしょ。じゃあ長谷川さん見習ってやりますね。これは俺チャランポラってことが完全に大前提になったよね。違います、違います。長谷川さんみたいにラフな感じで言い換えてないものはいいよ。いやいや、楽しくやらないとね。はい、そうですね、そうですよ。皆さんのね、あなたを見てますよ、皆さん。ほら、見てる、みんなあなたの笑顔を見てる。ありがとう。今日始球式ですげえ緊張してんだって。何のリアクションもね、疑問でしたね、聞いてない話。はい、じゃあぜひこれからも頑張ってください。はい、もっともっと頑張ります。